今日県庁を高知市の桑名市長が訪れ浜田知事と政策課題について意見を交わしました浜田知事と桑名市長が本格的な政策課題について直接話し合うのは今回が初めてです会談は非公開でおよそ40分行われ県と高知市の共通課題である人口減少対策や新年度の予算編成人事交流などを話し合いました 特に人口減少対策では県は市町村への財政支援として人口減少対策総合交付金を新年度に創設します桑名市長はこの交付金を中学生までの医療費無償化などに充てていくことを浜田知事に説明したということです 知事はです、ね、人口減少問題というところを大きく捉えていて、やはり若者支援、子育て支援というものをです、ね、高知にもお願いをしたいというようなことを言われましたし、いろいろな子育て支援というものもです、ねあの、これからあの予算を見ながら作っていくということで、えー、お話をしました。子ども医療、日のののでありりましたり、えー、これ中学生の就学生 経済的な支援でありましたり、あるいは結婚支援でありましたり、こういった今までやりたかったけれどもできなかっ、できてこなかったこと、こういったことをこの交付金も活用してさせていただきたいと、できる対応を検討してもらいたいというようなご注文があったということであります。会談が非公開で行われたことについて、浜田知事と桑名市長は、 予算編成や人事交流が固まっていない段階で率直な意見を交わしたかったとしています。